BMW は9月17日、中国で9月26日に開幕する北京モーターショー2020において、改良新型5シリーズセダンのロングホイールベースのプラグインハイブリッド車 THV を初公開すると発表した。BMW 5シリーズセダンは2019年、中国で約17万4千台を販売し、中国で最も成功したビジネスセダンとなった。改良新型は、より特徴的な BMW のキドニーグリル、新設計のヘッドライトとテールライトなどにより、ダイナミックさやエレガントさを一層強めている。具体的には、キドニーグリルは幅と高さを増し、フロントバンパーに向かってさらに下がり、一体型のサラウンドで周囲を取り囲んだ。細身の輪郭のヘッドライトを採用する。2つの U 字型、またはオプションの L アザ型に配置された2つのデイタイムランニングライトが、新しいライトグラフィックを生み出している。リアは、テールライトにブラックの縁取りと新しい L アザ型のグラフィックを採用した。テールライトとブレーキライトは3次元的デザインのアウターレンズに一体化されており、光源部分を共有している。全モデルが装備ラインやエンジンバリエーションに関係なく台形のテールパイプフィニッシャーを装備した BMW 5シリーズセダン。改良新型の THV530E 参考。改良新型5シリーズセダンのロングホイールベースの THV が535リグレードだ。 THV パワートレインはエンジンがダウンサイズの直噴 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボで、最大出力 184HP 5000から 6500RPM、最大トルク 30.6kgm 1350から 4000RPM を発生する。モーターは最大出力 109HP 最大トルク 27kgm で、8速 AT ステップトロニックと一体設計された。エクストラブースト、エクストラブースト機能により一時的に2つのパワーユニットの出力を向上できる。この時、エンジンとモーターを合わせたシステム全体で最大出力 292HP、 最大トルク 42.8kgm を引き出す。二次電池はリチウムイオンバッテリーで、 EV モードではゼロエミッション走行が可能だ。この効果もあって、複合モードで燃費は 66.6km/L、 CO2 排出量は 36GKM の環境性能を実現している。 BMW 5シリーズセダン。改良新型のロングホイールベースの THV コネクティビティと操作性の面でも十分な装備を持つ。多くの操作オプションとネットワークオプションを提供する BMW オペレーティングシステム 7.0 に加えて、新しいグラフィックディスプレイ、さらに強化された音声制御と追加機能を備えた BMW インテリジェントパーソナルアシスタントが採用されている。改良新型5シリーズセダンのロングホイールベースでは、ホイールベースを 130mm 伸ばし 3105mm とした。その結果、インテリアは通常のホイールベースモデルよりもさらに広くなり、特に後席の乗員の足元のゆとりが増している。快適性をさらに高めるために、スカイラウンジパノラマガラスサンルーフ、画面の角度調整が可能なタッチスクリーンを備えた後席向けエンターテインメントシステムプロフェッショナル、11種類のライトが選択できるアンビエント照明などのオプションが用意された。人間工学に基づいた専用ヘッドレストを備えたリアシートも選択できる M スポーツパッケージも設定されている。